どうもこんにちは、即家塾の久保です。今回もですね、1万5千円もらいつつ、しかもお金まで借り入れちゃうというね、まあそんな案件でございますけども、ちょっと調べてみたらね、マックスで11万5千円ぐらい、これは、なんかノーリスクでね、ゲットできそうなんですよ。まあそこまではね、ちょっと話がでかすぎるなと思っても、とりあえず1万か2万だけでも試してみるところから始めてみてはどうかなと思います。えぜひね、時間もかかりませんし、 さっとやててみてください、えー、どんな案件かこれから解説いたしますそれでは画面を切り替えていきましょうどうぞまあおなじみのモッピーなんですけども今回はですね千葉銀行カードローンですよね、まあ、千葉銀行っていうとね私もそうですけども、まあ、ほとんど聞いたことがない銀行じゃないかなと、まあ、千葉銀行っていうふうに書いてますから千葉にある銀行なんだろうなと地元の人はねよくご存知かもしれませんけどもね、まあ、ここのカードローンですカードローンっていうのは要するにお金を貸してくださいって っていうね、借金をすするためのーカードなんですよねだからそのカードがあったら多分ほとんど無審査で50万ぐらいパッと借りれる、まあ、そんな感じじゃないかなと思います、まあ、このカードローンのカードを使うと1万あカードね作るとですね作ると1万5000円もらえるんで,で作っときゃいいじゃないですかって話ですよ年会費も無料なんでカードを作ってもらってまあなんだったらねお金借りればいいんですよこれでそうすると1万5000円もらった上にお金も借りれるということでね すごくいいじゃないかなと思うんですけども、いかがですかねで、ちょっとね、えー、クリックして進めてみたんですけども、詳しくこういう風に書いてます。千葉銀行カードローン。新規カードローン申し込みのちカード発行完了。まあ、つまりカードが作られなければ報酬出ないっていうのも当たり前なんですけども、プラス、千葉銀アプリインストール後って書いてますんで、千葉銀行のアプリをね、スマホに入れるって作業も、なんか必要な感じですね。まあでも、 予定反映時間も早いですし、なんせ1万5000円ですから、この作業をやってもね、1時間はかからないと思うんですよ。1時間かからない作業で1万5000円、いい時給になると思いませんかで、獲得条件ちょっと書いてますね。新規カードローン申し込み後、カード発行終了、千葉銀アプリインスツール後、60日以内の口座登録完了。うん。 まあ初めて千葉銀カードローンを利用される方のみ対象ということなんで、絶対にお金を借りてくださいよっていう話ではないってことがここで読み取れます。まあ実際にこれからね私もやってみますんで、えー、実際にやってみてどうだったのかってことは後日またね、この別の動画でお話したいと思いますけどもね、とりあえずやってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ今回はモッピーで1万5千円ゲットでございました。そして他のこのモッピーの案件でカードローンも結構あると思いますので、ちょっと一通り見てみようかなと思いますね。 で、ちょっとね、えー、クリックして進めてみたんですけども、詳しくこういうふうに書いてます。千葉銀行カードローン。新規カードローン申し込みのち、カード発行完了。まあ、つまりカードが作られなければ報酬出ないっていうのも当たり前なんですけども、プラス、千葉銀アプリインストール後って書いてますんで、千葉銀行のアプリをね、スマホに入れるって作業も、なんか必要な感じですね。まあでも、予定反映時間も早いですし、 なんせ1万五千円ですから、この作業をやってもね、1時間かからないと思うんですよ。1時間かからない作業で1万五千円、いい時給になると思いませんかで、獲得条件ちょっと書いてますね。新規カードローン申し込み後、カード発行終了、千葉銀アプリインスツール後、60日以内の講座登録完了。うん。 まあ初めて千葉銀カードローンを利用される方のみ対象ということなんで、絶対にお金を借りてくださいよっていう話ではないってことがここで読み取れます。まあ実際にこれからね私もやってみますんで、えー、実際にやってみてどうだったのかってことは後日またね、この別の動画でお話したいと思いますけどもね、とりあえずやってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ今回はモッピーで1万5千円ゲットでございました。そして他のこのモッピーの案件でカードローンも結構あると思いますので、ちょっと一通り見てみようかなと思いますね。 はい。いかがだったでしょうかあぜひね、まだモッピーにアカウントを作ってない方は、この動画の概要欄から、モッピーの登録フォームをつけておきますので、URL をクリックしてくださいえ。そしてですね、初回に限りなんですけども、紹介コードもつけておきますので、紹介コード込みで、このモッピーに登録されると、最初から300円だったかな ?500 円だったかなあ多少ですけどもね、ちょっとお小遣いが入った状態でスタートできますので、紹介コードもつけておけば、あすごくいいと思いますよ。まあ、とりあえず、1万5 0円もらいつつ、 え、お金を借りれるチャンスっていうのがぐっと広がりますんでね。え、それから、マックスで11万5 0 0 0円。まあ、マックスまではね、なかなか行く人いないと思いますけども、とりあえず、1万とか2万、懐に入れるところから、スタートしてみてはいかがでしょうか。それでは、また、よろしくお願いします。行ってらっしゃい